行きます。じゃあこれですね、最後の問題です。最後行きます。これは難しいです。コーチが中学校の時好きだった女の人のことが今でも忘れられない。さあ、どうでしょうか。はい、分かってください。5、4、3、2、1。ブーン。さあ、6、3に分かりました。コーチはですね、どっちなんでしょう。今中学生の時好きだった女の子のことが今でも忘れられないだったら丸ですね。もう忘れているっていうのはペケです。さあ正解は丸です。一応こちらですね、まだ中学生の時の女の子はですね、好きな子を覚えてますね。一応忘れてません。いいですか。ということで6人が優勝です。拍手。原因はですね、コーチのサイン付き作業メロです。はい、みんなもらってください。はい、どうぞ。はい、はい、はい、どうぞ。はい、おめでとうございます。じゃあもう一度ですね、みんなはですね、予選やっと落ちてるんですからね、優勝した6人に拍手。はい、じゃあそのまま行ってください。最後にですね、コーチがいつも番組で飛んでるですね、飛び箱をちょっと高いやつをいっぺん飛んでみます。ちょっと見せてみましょう、みんなにですね、どのくらい高いのかっていうのをですね、見てます。まあ今日はですね、番組で飛んでる飛び箱はない、完全に作ります、高いやつを。これが飛び越せるのかどうか、みんなですね、見ててください。これはコーチと、なんと昔一緒に体操やってた村上コーチが挑戦します。いいですか、応援してください。2人で挑戦しますからね。Thank you.